はい、皆さんこんにちは、ワンダリキジョブキシズです。今回は維新の嵐幕末史伝土方歳三物語続きをやっていきたいと思います。土方の方はですね、今夕飯討伐というね、思想の方に変わっています。なんで、史実通りの土方歳三の、生き方に今向かいつつあるというところなので、ここはね、新選組の副長としてしっかり新選組を支えていきましょう。早速新選組の任務から行っていきます。大使を空いている者は巡らさせて不定の輩を取り締まっていきましょう。でその後はですね、イベントをまた進めていきたいと思いますので、時間を順次進めていきます。服部武雄で合ってるかな。五本鈴木三木三郎もいる。あなた方が幕の直参になるというのならば、我々は行動を共にすることができません。伊藤貸太郎ですね。ここで完全に伊藤派近藤派で分かれるというところですね。で斉藤が前回の動画の中で、イベントとして起きたこととして、この伊藤派の方にね、スパイとして潜入するというものがあったので、もしかしたら斉藤くんがしばらくの間伊藤派としてここから離れてしまうかもしれないですね。さあ、五両絵師が組織されましたということで、新選組の兵力が3減りました。これは愛道貸太郎をはじめ、何人かが抜けてしまったことによるものだと思います。ここからはじゃあ、愛道貸太郎たちともぶつかっていく、そういうことですよね。まずは、抜けた穴を埋めていきましょう。同行者の変更からです。誰を同行者に入れるか。砂漠上位派の人間である必要があると思うんですが、今空いているのは緒方俊太郎、近藤周平、あとは武田佐野、こんな方と緒方俊太郎にしますか。藤堂平介を入れてたんですが、藤堂平介に比べると多少ね、やっぱり、劣る部分にはなると思うんですけど、致し方なしというとこですかね。ではですね、新選組五両衛士と分かれてしまって、人がだいぶ不足してしまっています。具体的にはね、総長の立場にいた山並さんも消えてますし、隊長を務めていた藤堂平介とかね、斎藤はじめも一旦抜けている状態で、全員入れたとしても監察が一人足りないっていうね、こういう状態です。ちょっと苦しいんですけども、ここからね、しっかりイベントの方を進められるように頑張っていきたいと思います。はい。以前から話のあった幕府直参への話ですが、今日から我々は幕府直参となるということで、正式に決まったようですね。
五稜英氏の連中がどうするのかちょっと気になりますよね。そうですよね、伊藤一派をこのまま野放しにしておいては脱走するものが出てくるだろうと。まあ五稜英氏の方になびく人たちもね、中にはいるかもしれないですもんね。平太氏が薩摩藩邸近くを巡覧中に殺されました。お、誰の仕業かと。先日タイを離れた富山、これは、五稜英氏に走った富山ですね。これを皮切りに五稜英氏と全面戦争ですね。さて、佐野七五三之助らが京都守護職邸に出入りしてまっせと。これ何語なんでしょうね、してまっせっていうのは。なんか江戸っ子っぽいね、言い方のようにも聞こえますけどね。幕臣に取り上げられることに納得のいかん連中が会津藩に掛け合って離隊を訴え取るようですわということですね。まっせってのは大阪なのかな、なんか京都ではなさそうな感じもしますけどね。まあこれ切るか切らないかなんですけど、さすがに切るっていうのはねどうかなっていう感じしますけど、今回は強権プレイなので切る、切り捨てましょう。もう全員切って切って切りまくるっていうね、そういうプレイで来てますからね。では切っていきましょう。このまま行くとね、新選組空中分解しそうだ、そんな感じがしますけど、もうここは容赦なく切り捨てていきます。近藤勇も出てるな。近藤さんが出るのは初めて見る気がするな。もちろんね強いんでしょうけど。では切っていきます。結構強いね、この模擬何菓子というやつ。これでね、切りましたけど、茨城司かな、読み方はね。近藤さんが大活躍。ただ、大石が継承ですね。まあ、貴重な戦力なので、しっかり養生して回復してもらいましょう。イベントですね。土方さんということで、掃除がやってきました。小鶴さんが浪人に連れ去られた。小鶴さんというのは、料亭立川の、まあ、一度ね、土方が身請けを申し入れた、その小鶴さんですね。肥後の浪人。これは、土方を狙った、テロですね。完全に。では、三条河原に行きましょう。では三条河原に向かいます。小鶴を助けに行く。お、トドロキか、トドロキめ。さあトドロキを切っていきましょう。まあ土方一人というのはありますけど、土方自身も最強クラスになってる。うん、相手も一人か。であれば、正面から敵を待ちましょうか。いや、めっちゃいる。めっちゃいるわ。これ、そうなると、迂闊に、前に出ない方がいいな。ここで敵を迎え撃ちましょう。
人ずつ確実に仕留めていく。むっちゃくちゃ経験値は稼げそうだな。相手が川の中、こちらは川の中に入らず、何？沖田が応援でやってきてくれたのかな。なんかそんな感じでもなさそうでしたけどね。強いな。トドロキは一撃では倒せなかったですね。ただ次トドロキの背後に回り込んでる。回り込めないであれば正面向いて切り捨てましょう。必殺技を受けてみろ。よし、あとは雑魚キャラですね。さあ今度はこちらが攻めていく番だ。川の中の死闘、いや一人で7人8人切りましたね。412、ありがたい。慎太郎様の仇、覚悟は、ぐおーやられましたね。いや、小鶴の仇がこいつだったのかっていうのもね、驚きですけどね。慎太郎様っていうのは何者なのかというのもちょっと気になりますよね。なんかとんでもな展開になってますけどね。これどうなんでしょうね。土方の小鶴ちゃんっていうのはこれ実際にいたのかな。なんか京都でね、土方の、愛人というか妾というか、そういうのはもちろんいたと思うんですけど、本当に名前が小鶴という名前だったのかどうかっていうのはちょっと気になりますよね。ウィキペディアとかで見ればね、わかるのかもしれないですけど。岡田くんが主演でやる映画、燃えよ剣は、あれだと柴崎幸かなんかがね、ヒロイン役になってましたけどね。土方と小鶴ちゃんが無事結ばれましたね。はい。というところで、じゃあ今回はここまでにさせていただいて、次回ですね。またこの続きをプレイしていきたいと思います。